学校お疲れ様。そうそう、でもね、授業は午前で終わったから、午後からは図書館で本読んどった。うん。いや、それよりさ、最近調子はどう？勉強順調？うん。いやー、そうやよな、メンタルやられるよな。なんかさ、結構暑くなってきたやんか。こう、夏を制するものが受験を制すみたいな格言よく見るようになったよね。なんかうるさいわって感じやな。まあでもまだ言うてさ、6月なんよ。今の段階からそれくらい意識高く持っとるってことは絶対に大丈夫。いや、あとまあね、勉強を教えるだけじゃなくて、こうメンタルサポートもしっかりする私がついとるから、もう安心して。心配？超信頼して、任して。じゃあさ、今日は前までさ、線形の勉強しとったやんか。その復習をちょっとだけしてから、今日の英語してこうか。うん、ちょっと待ってな。前まではアダム・スミスとマルクスとケインズを学んどったよね。じゃあね、ちょっとだけ復習問題。アダム・スミスは、はい、よし、じゃあ正形の復習問題はこれくらいにしようか。じゃあ次は英語やってこうか。一応推薦入試も受けるんやったよな。うんうん。ああ、どっち受けるか決めた？体育、うん、スピーキングないしな。ってなるとさ、結構日程早いよな。うん。あれやな。まず、TOEIC の対策しながら、大学共通テストの英語対策していくっていう流れにしようか。うん。ねえ、その TOEIC なんやけど、75分間で100本解くって感じだよね。あ、今日リーディング問題するんやけど、これね、ほんと時間との勝負。初めてね、トイック受けるとね、いや、時間足りん足りんってなる。ほんとに。そう、だからなんやろな、よく出る問題を知るとか、問題慣れするっていう感じのね、戦略的な対策が必要になってくる。うん。今日はね、お試し問題持ってきたから、とりあえずそれ解いてみようか。うん。あ、解けた？ OK。 じゃあ丸つけと、あと後から復習しやすいように重要なポイントもメモしとくね。ちょっと待ってな。どうしようなんちかって、これか
待たせ。じゃあここ見てくれる？まず第1問目は正解とね、アグリートゥーだけど、今回の場合もうちょっと難易度が上がったり、大学共通テストやとアグリービスとか、あとはアグリオンとかも出てくることがあるから、違いとか使い方チェックしといてな。あと第2問目も正解すごいね。あ、かんいやでもその直感力も大事。うん、時間との勝負ですね。これいわゆるあの分子構文の問題なんやけど、これね、今、まあ、正解をここに埋めると、まあ、When traveling overseas、 これ元の文って主語と be 動詞が省略されとんな。だから元の文ここ何入るかわかる？あ、そうそう、 When you are traveling overseas。 うん、いい感じやね。そう、 you が主語で省略されとやね。だからこのトラベルは今の場合自動詞で使われたいね。ちょっと難しいなで次の第3問なんやけど、ほんとこれはすごい間違いやすい問題。いやほんとね、逆に今間違ってほんとよかったって感じ。絶対原型くれやろって思うかもしれんけど、このね、to は不定詞じゃなくて前置詞の to なんよ。だからこう A のね、原型じゃなくて ing がつく方なんな。とりあえずこの同じようなパターンがいくつかあるんよ。この looking for to 何々 ing とか be used to ing、 これは何々に慣れているとか、あと in addition to 何々 ing、 何々に加えてとか、あと When it comes to 何々 ing、 うん、これは何々 になると、例えばね、例文はWhen it comes to making ASMR videos I am the best。 はい、すいません、ごめん、ちょっとふざけました。はい、とりあえずまあこのねパターンを覚えといて、出てきたら2秒で解ける。うん、はい、よし。じゃ あ日本語訳も知りたい。あ、 OK、 一応あれやな、私的和訳がちょっと間違っとったらあかんから、もう超模範解答をとりあえず読み上げるわ。確認するな。これただのブルーライトカットメガネと、第1問目が、その建築家は投資家が建物をより簡単に視覚化できるようにするために建物の模型を作ることに合意した。うん、で2問目の和訳は、海外旅行をする際に自国で発行されたクレジットカードまたはデビットカードを全ての場所で使用できるわけではないという点を常に忘れないでください。で、最後の3問目が、販売代理店は管理者が提案したインセンティブプログラムに満足してはいるが、事前の同意なしに新しい南米本社に移転することにはまだ反対している。オブジェクト2は反対するって意味やったね。いや、あのさ、やっぱりメガネかけた方がさ先生っぽいからさ、この状態でやりたいんやけどさ、ただのブルーライトカットメガネやから君の顔がよく見えんくなってしまうだから外すわそろそろ疲れてきたやん。あ、おやつ食べる？はい。
え、いらんの？いや、だって甘いもんやったらさ、一気に血糖値が上がって眠たくなるやんか。ナッツ類やったら血糖値上がらんし、腹持ちいいし、いいかなと思ってちょっとドンキで買ってきた。いや、美味しいから食べてみ、本当。てか昼食後の授業も眠たくなるタイプやん。いや、だって前言っとったやん、昼食は購買で菓子パンとか買ってそれで済ますって。いや、もう菓子パンは小麦粉も砂糖もたっぷり、栄養バランスも取れてへんから、もう一気に血糖値上昇するよね。うん、いや、好きなもん食べてストレスためへんっていうのはすごい大事やけど、ここからさ体力勝負にもなってくるから、もうちょっとだけ自分の体をいたわってあげてな。分かった？うん、よし。あ、水分補給も大事やな。はい、水分補給もして。これは普通に本当にサイズを間違えた。いや、なんか重いなと思ったよ。じゃ、やっぱりでかいよな。うん、あ、まあでもまあアメリカンな感じや。あげる。頑張って。今日はリスニング問題やよな。リスニング問題も100問出るんよ。あと大学共通テストでも前のセンター試験と違って、リーディングとリスニング問題の比率が1対1。結構リスニング力大切になってきとんのよね。だからリスニング問題は宿題としてたくさん数をこなしてほしい。うん、でさ、いろんな参考書がある中からさ、自分に合ったものを探すって結構大変やんか。そこでさ、使ってみておすすめのアプリがあるから、それを使ってみてほしい。うん、このサンタトーイクっていうアプリなんやけど、これ開くとね、これね、ここに AI がリアルタイムで推定点数を出してくれるね。私さ、君くらいの時期に受けた時740-50点くらいやったね。で、そこから長らくTOEICに触れてへんから、まあ、ちょっと下がっとるとして、本当にこれくらいやと思う。すごい性格やよね。慣れた。いや、人にはね、得意得意科目があるってことよ。いや、言い訳やね、ごめんなさい。はい、一緒に頑張ろう。はい。でね、その苦手分野を回答のデータから AI が探してくれるから、すごい効率的に勉強できるんよ。これさ、私の場合こうパート2は結構間違えたから、カスタム講義っていうのが用意されてて、で、このね、AI が用意してくれたこういった映像授業も受けることができるんやね。あとパート3の場合やったら、カスタム学習でこう苦手分野のこういった練習問題が用意されているんやね。すごい便利やね。あと個人的に好きな機能は、マイノートにこれまで解いた問題が全部まとまっとるから、すごい復習しやすい。うん、さすが日本国内外で250万ダウンロードされとるアプリだけあるなってすごい実感できた。うん、私がおらん間はこのアプリの AI を家庭教師として使ってみてほしい。うん、次までにアプリインストールして、問題を数問解いて推定スコア出しとこうか。うん、ほんとね、特にね、リスニングは慣れが必要やからね。
よし、じゃあ今日はここまでにしようか。ほんとさ、メンタルやられること本当に何回もあると思うけど、絶対に私がついてるから大丈夫。まあね、最悪全部の大学に落ちたとしても、その先どうやってやっていけばいいかっていうのを分かっとるから、だから一緒に頑張ろう。どう、結構これで心軽くなったやん。なんでもね、最悪の状態を考えといて、それに対する対処法があったら、もうね、どん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 心を気楽にしながら前に進んでいけるから。じゃあそろそろ行くわ。じゃあまたねー。